ダイエットにおすすめのおやつ3選をお伝えします。あなたはこんなことないですか？もう無性に甘いものが食べたくなってしまって、ついつい例えばこうチョコレートを一粒食べてみた。そうすると止まらなくなってしまって、気がついたらもう一箱完食みたいなですね。これは過去の私の体験談でもあります。甘いものって一度食べると止まらないんですよね。それはなぜかというお話と、プラスダイエット中におすすめのおやつをこう正しく、美味しく選ぶこう力をつけることで、あなたはダイエット中でも美味しく食べて痩せることができるというお話を今からお伝えしていきたいと思います。そもそもそのなぜ甘いものがやめられないのかというその理由の、そのメカニズムと、ではどうやったらその負のスパイラルから抜け出して、あなたは美しく健康的に、しかもおやつを食べながら痩せていくことができるのかというお話を進めていきますね。ですので順番はそのなぜやめられないのか、ではどうすればやめていけることができるのか、また何を食べたら良いのかをこの3つに分けてお伝えしていきます。まず1つ目です。そもそもその例えばですね、もう日々頑張っていらっしゃると、ストレスがですね、やはり大なり小なりあると思うんです。私だってそうです。その時にあなたの脳が刺激をですね欲しがる、この指令を出すわけですね。でその時に手っ取り早く得られる方法がその糖分を取ることなんです。糖分を取るとその脳が安心していくわけなんですね。ただそれに従い続けていては、どんどん太ってしまうわけです。特に甘いもの、白砂糖ですね。この白砂糖がですね、一番危険なわけです。でなぜかと言いますと、白砂糖はですね、この GI 値がものすごく高いんです。これは何かと言いますと、その食べ物何か食べた後に出るその血糖値のその上昇を示す数値ですね、指数なわけなんですけれども、血糖値がですねバーンといきなりその急上昇してしまう食べ物、今言いましたような甘いお菓子ですとか、お肉もそうですけれども、そういったのをその多く摂ってしまうと、その糖分が脂肪にですね非常に変わりやすくなる。もう簡単に糖分がパッとこう脂肪として変わってしまうということなんですね。では逆に低 GI 値の食べ物を積極的に摂れば、急激なあなたのその血糖値を上げることなく、こう穏やかに上げてくれるわけですから、結果その取った糖分があなたの脂肪へとこう急激に変わるのを防いでくれるというわけなんですね。だからポイントは、白砂糖のような高 GI 値ではなくて、それとは違うもの、低 GI 値食品を食べましょうということなんです。でポイントはここですね。では具体的にその低 GI 値とはいえですね、食べ方が大事。食べ過ぎてしまって同じことですよね。太ってしまいますから、その食べ方の工夫をここでお伝えします。でこの食べ方の工夫をお伝えした後に、実際の何を食べたら良いのかというお話をしていきますね。まず食べ方の工夫その1です。よく噛みましょうです。ガブガブと食べてしまうと、いつまでたっても、満腹中枢を満たすことなく、要は早食い、ドカ食いですよね、が一番その食べ過ぎになってしまうわけですから、とにかく最低でも50回、よく噛んで召し上がってくださいね。そして2つ目、事前に量を測っておくです。この後お伝えしますおやつ3選もですね、もちろんすごくいい食べ物なんですよ、美味しくて。ただ食べ過ぎてしまっては同じカロリーオーバーです。ですから、事前に適量も測ってそれ以上食べないようにすることが大切なんです。そして3つ目、食事と一緒にもうおやつなんですが食べてしまう。なぜかというとですね、間食が一番太るわけです。
その都度インスリンホルモンを出すわけですから、あなたの体重の設定数値をこうどんどん上げてしまうことになるんですね。ですからできれば間食としてもおやつは食べずに、まあ、おやつは我慢するってね、こう辛いじゃないですか。やっぱりおやつって食べたいですよね。リラックスもできますし、その時にちょこちょこ、小分けにして食べるのではなくて、もうできればですね、どうしても時は、まあ、間食でも、まあ、食べてもよいおやつなんですが、さらに良いのはもう食事の一部としてその時におやつとしても食べてしまうというのが一番痩せる方法です。でプラスですね、あなたがこう起床後、朝起きてから約8時間後にそのこう脂肪に変えないためのですね、その、まあ、遺伝子が一番元気になると言われてますから、やはり、まあ、よく言う3時のおやつという、あの3時に食べるというのはですね、理にかなっているわけです。3時頃に食べるおやつは一番脂肪に変わることが少ないですから、もうどうしても食べたいっていう時は3時のおやつとして食べてください。そして一番太るのはやはり夜なんです。この3時に食べる時と比べて同じものでもですね、夜食べるだけで20倍太りやすいんです。もったいないですよね。食べる時間帯を工夫するだけで20倍太ってしまうか否かということになりますから、まず食べ方もぜひ工夫してみてくださいね。それではお待たせいたしました。では実際にどんなおやつを食べればあなたが綺麗に痩せていくことができるかというお話をしていきます。今からご紹介するおやつはですね、私も日頃いただいている大好きなおやつ、3選お持ちしています。こちらです。おすすめ3選は、1番、素焼きナッツです。2番ドライプルーン、3番ナチュラルチーズなんですけれども、これがなぜいいかというとですね、見えますでしょうか。おすすめ3選、1つ目こちら、私自宅からお持ちしてまいりました、この素焼きナッツでミックスナッツなんです。よく、まあ、塩分ですとか糖分とか、まあ、いろんな添加物ですね、こう味をこう、こうスパイシーにするために、まあ、入っていますが、素焼きにしてください。もうノーマル、もうこれが一番です。でこのミックスナッツがなぜいいかというと、これはですね、入っているのがですね、アーモンドとクルミとカシューナッツ、最強の3つがですね入っているんですね。でまずアーモンドは実はね、ごぼうの 1.6 倍もの食物繊維が含まれていますし、ビタミン E が豊富なので、もう疲労回復、お肌ツヤツヤになるわけです。で次にクルミです。ポリフェノールが豊富であることと、実はセロトニンという痩せホルモン、幸せホルモンですね、別名そういったホルモンの名前がついているこのセロトニンが作られやすくなるんです。すごいことです。痩せホルモンをここで作っちゃいましょうということですね。でカシューナッツもですね、女性にとっては嬉しい鉄分が豊富です。やはり鉄分不足になりますと血液の、まあ、質が落ちるわけですから、結果太ってしまいますので、しっかりここで鉄分、取りにくい鉄分ですとか亜鉛で代謝をアップさせたりですね、あとビタミン B1 もとても豊富ですから、疲れたお体にもそのカシューナッツを食べることで、まあ、疲労回復ができるわけです。では2つ目、ドライプルーンです。こちらです。こちらも自宅から持ってきましたが、すいません、食べかけで封が開いております。私の大好きなプルーン、こちらもですね、もう無添加です。もう砂糖やオイルコーティングなどは一切なしの、もう本当の柔らかいプルーンですね。ここに書いてたと思うんですけど、ちょっと保存料不使用ですよね。もうこちらのプルーンもおすすめなんです。もう裏にもですね、もういっぱい成分表を書いておりますから分かりやすいと思うんですけれども、プルーンは実はですね、まあ、ビタミンだったりとかカルシウム、鉄分も豊富なんですが、ここです。なんとキャベツと一緒で水溶性と不溶性の食物繊維が同時に取れてしまうという優れものなんです。そのことであなたの腸内環境が元気になって、結果善玉菌が増えて痩せることができるということなんですね。で最後です。3番ナチュラルチーズです。これ私の最近のお気に入りなんですけれども、ナチュラルチーズのですね、カマンベールチーズです。で裏を見るとここポイント、原材料名にですね、
生乳と食塩だけなんです。普通の、プロセスチーズとかああいったチーズはですね、乳化剤というその添加物が入ってますから良くないんですね。なのでチーズでもナチュラルチーズです。無添加です。もう原材料が生乳と食塩のみ、これを選んでください。で、私はこれはですね、1日頑張った後に、晩ご飯と一緒にですね、4分の1ぐらい食べます。で、これ量が大事なんですね。食べ過ぎたら結構どれもですね、高カロリーですよ。高カロリーですから少量で済むわけです。少量でも満足感や満腹感を得ることができるというのがこのおすすめ3選なんですね。ですからこの素焼きナッツも1日かけても最高でもまんべんなく全部入れて20粒ぐらいですかね。多くてもこの3種類でしたら7粒ぐらいかな7粒ぐらいを目処にも先にお皿に入れて食べてくださいね。で、ドライプルーンもですね、ドライになってて小さくて食べやすいのがちょっと危険です。パクパク食べてしまいますか、食べ過ぎになるので1日2から3粒までにしましょう。で、ナチュラルチーズも食べても4分の1ぐらいでしょうね、8分の1でもいいと思うんですけれども、もうおやつですからね。おやつといってもその食べ過ぎてはカロリーオーバーですよね。さあ、いかがだったでしょうか。で、このおすすめ3選をですね、上手にあなたの今まで食べていた白砂糖がこうたっぷり入った甘い食べ物から置き換えてください、今すぐに。そうしますと本当にですね、お体変わってきますよ。しかも、健康に美しく痩せることができる。そしてここで最後のポイント、ここから大事。あなたの味覚がですね、白砂糖の影響で鈍くなっていらっしゃるんです。なのでその体に悪いものを食べてももう感知できないですね。ではこの味覚をどうやったら鋭くできるのか、正常な味覚に戻すことがベース。これはですね、私が別の動画でお伝えしておりますファスティングをすると、もうたった3日間もすれば鋭い味覚に戻ることができます。もしくはこの味覚を戻すためにはやっぱ最低でも2週間かかると言われてますから、とにかくその甘いお菓子からこのおすすめ3選に変えていただく期間を最低でも2週間作ってください。そうするとあなたは本物の食べ物を選ぶ力がつきます。そして習慣化するためにはやはり最低でも毎日コツコツ3週間は続けましょうと言われてます。3週間経てば自然に我慢することなく、もうそれがもう普通になってくると言われてますから、ポイントは味覚を変えるためにまず2週間続けること、そしてできれば習慣化するためにはもう1週間続けていただいて、3週間はこのおすすめ3選で過ごしてみるということです。そうすることであなたのお体は本当にですね、よかった、ありがとうってあなたにお礼を言ってくれると思いますよ。イコール痩せることができるということです。さあ、いかがだったでしょうか。このお話、あなたご自身とそして周りの大切なご家族のためにぜひお役立てください。そして繰り返し、ご覧いただいて腑に落とすまで聞いていただきたいと思います。で、お話の途中にファスティングと言いましたけれども、詳しくですね、ファスティングやってみたいな、興味がありますという方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらからご登録後に直接私と1対1で、楽しくやり取りしておりますので、ぜひご覧ください。そしてこのお話役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。